重複なのです。欲望のままに課長を聞きましたね。今から君たちに部活のこと。貴様のお名前は？学部の王星座。倒壊した。了解した。倒壊した。了解した。私の名前はアンジュ。ここは全ての世界が集う場所、ライブらしい世界。あなた神と戦って何を得るのか。あなたの代償に何を支払うのか。全てはあなたの思うまま。全てはあなたの望むまま。どんな欲望が潜んでいるんで楽しみでなりませんが、自信。楽しみしかありませんね、アンキ。ふふ、じじじじ。いいか。あれ、まだ終わってない。ダウンロードが終わってない。サーバーからのダウンロードが終わってない。昔、強い戦国武将が言いました。3人の子供に言いました。一本の矢は折れるが、3本息子たちは結束して戦うことを誓います。満足した父親は寝室に行き、眠ります。その夜、父親は賊に襲われました。あ、ダウンロード完了、完了しました。では、あなた様の冒険を始めますです。ここは物語世界、ライブラリー。あまたの欲望が集いし場所。愛された者、呪われた者、殺された者、彼女たちは自らの未来を書き換えることができるのだろうか。私の信じる者のために戦う。私の前に立つなら誰であれ敵だ。兄様は私を守ってくださいね。かぼちゃの馬車が迎えに来そうだね。おはようございます。よしゆきをお願いいたします。操り人形の方が楽だよね。それは写し鏡、醜く育ったあなた自身。
を選んでください。それなので適当にちゃちゃっと選んでです。どうせやったら別のキャラもすぐ選べるです。見た目だけでさっさと決めましょう。この赤い月、綺麗。自分で何かを決めるのってこの赤い私のせいには主の復活。もしこの世界この名の通り狼さんのお腹の中はとても臭くて生温かくてとっても居心地が良かったです。上も下も右も左もない、あらゆる場所は本で埋め尽くされている。この世界の名はライブラリー。物語と言葉が支配する空間。悲鳴が聞こえる、おえつが聞こえる、嘲笑が聞こえる、咆哮が聞こえる。すべては物語に登場したキャラクターの声。人ならざる者たちの呪いの言葉。彼らの願いはただ一つ、作者を復活させる。そのためには他のキャラクターたちを全て滅ぼさなくてはならない。たとえどんな結末を迎えようとも。アリスは目覚める。漆黒の中、薄暗い音、血の匂い。この世界がどこなのかは知らない。だがなすべきことは分かっていた。自分を生み出した作者。
死に方はどう？死に方はどう？はちみつ入りホットミルク。おやすみなさい。ザコン、来ないで。こんなこともできるよ。死に方は